出たか、ミオちゃん。もとちゃん、これ何なの？今日はミオちゃんに対決を挑みに来たんだ。何するの？このバスボムの中にはここにある LOL ドールのとあるパーツが入ってるんだけど、このバスボムとじゃんドールで LOL サプライズバスボムコーデ対決。ミルキッズクラブ。ミルキッズクラブの時間だよ。ミオです。おとちゃんです。というわけで今日は LOL サプライズバスボムコーデ対決をやっていきます。どういうこと？この LOL のパーツが入ったバスボムを溶かして出てきたものでコーデ対決をしていくんだよ。何のパーツが出てくるかわからないってこと？なんだか面白そうだね。でも今のままだと全然バスボムが足りないから、もうちょっとバスボムを増やしていこうか。うん、それじゃあ早速やって。ミル！今回はシャツ、ズボン、靴、アクセサリーが入ったバスボムを作っていくよ。バスボムの色は入ってるパーツの種類で分けていこうと思うんですけど、赤にはシャツ、黄色にはズボン、緑には靴、そして青にはアクセサリーを入れていこうと思います。あと3つずつ作っていこう。使うものはこちらです。このバスボムラボの詳しい使い方は概要欄の動画を参考にしてね。まずは重曹とクエン酸、入れるパーツに合った色の着色料を入れて60回振っていこう。ミオちゃんはまずどのパーツから入れる？アクセサリー。アクセサリー。じゃあミオちゃんは青色のバスボムだね。そしたらホトちゃんはシャツがいいから赤だ。赤のバスボム作るよ。じゃあ言ってくぞ。まずは重曹だ。よいしょ。4。じゃあこの蓋を閉めて振っていこう。よし、カチッとして、で蓋を閉めて、よし、よし、OK。一緒に数えていくよ。うん。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、53、54、55、56、57、58、59、60。60回以上振ってそうな気もするけど、60。そしたら今度はこの霧吹きで水をかけながら100回振るよ。100回？ああ、しかも3セット。3セット？開けて、これ筋肉つくんじゃない？つくね。よし、多分100。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。バスボムって大変なんだね、これ作るとね。ああ、暑い。どんな感じになったかな。開けてみるぞ。水と粉が混ざったので、次はいよいよパーツを入れていきます。じゃあこの中から自分の好きなパーツを選んでいきましょう。はい、これはどれがいいかな。どうしよう、帽子もあるんだよね、こういう、取れればいいね。あ、取れた。まあ、ブカブカだけど一応大丈夫だね。もうね、帽子もアクセサリーだね。並べてみて選べばいいよ。まあいいや。見せて見せて。あ、そっちにする。はい、みおちゃんはベレー帽を選びました。はい。よいしょと。変態。何言ってんの？はい、ほとちゃん。ほとちゃんが選んだのはね、トップスはこれね。パーツをそのまま入れちゃうと、あの着色料の色がこっちのパーツに移っちゃうので、ラップで巻いていきます。
椎茸できた椎茸っぽい椎茸私嫌い。あ、そうなのね。お、パーツを入れていきます。まず、うん、きめ細かく、よし、飲むかな。多少見えちゃう。したらこれをかぶせて、このレバーを押し込めばバスボムが完成しますよ。いくよ、せーの。今のなしで、せーの。せーの。おいしょ。この状態のまま10分待ちます。10分経ったのでバスボムを取り出してみましょう。あ、でもね、なんとか。はい、ということで、同じように他のバスボムも作っていきましょう。さあ、まず、重曹に入るか。いやー、ついにバスボム揃ったね。うん、もう腕の感覚ないよ、ほら。本当だよ、疲れた。いや、ここからがむしろ本番。これから二人でコーデ対決をしていくぞ。それではこのドールに服を着せてコーデをしていくんですけど、その前にルール説明。1つ目、この中からコーデさせたいドールを1体選ぶ。2つ目、この赤、黄色、緑、青のバスボムの中から1人2つ選ぶ。3つ目、シャツ、ズボン、靴、アクセサリーが2つずつ出てくるけど、自分の選んだドールにぴったり合いそうな方をコーデして選んでみてね。4つ目、対決の勝敗は見ているみんなに決めてもらいます。どっちのコーデがお気に入りかコメントで教えてね。じゃあまずはコーデさせたいドールを選んでいこう。一体ね、おとちゃんはこれ、この子です。この3体に絞ったね。選びきれないね。じゃあ、ほとちゃんが選んだらいけないよ。ダメ。はい、決めてくださいよ。ああ、一人脱落。この子。お、この子にしました。みおちゃんに似てる声なんだね。それでは、バスボムを各色から2つずつ選んでいこう。はい。どうぞ。これと、うん、これ。これ。はい。そして、必然的にこの2つがほとちゃん。はい、黄色。じゃあ、これと、うん、綺麗なの、これ。これ。ってことは必然的にこれがフォトちゃん。おお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 お早速バスボムを入れるボールを取りたいと思います。はい、よいしょよいしょ。どん、対決に先立ってどんなコーデにしていきたいか聞いてみたいと思います。みおちゃん、原宿に、うん、よく洋服とかで、おなんかこう四角になって、四角写真があって、うん、そこにサングラスかけて、おなんかホトちゃんは結構ね、あの、この目肌立ちがはっきりしたこうちょっとホトちゃんっぽいね、女の子ドールを選んだので、それに合う派手なね、ファッションが出るといいなと思ってます。それでは一斉に溶かしていきましょう。いくよ、いいかい、うん、こうね、こうやりながら、なっていくよ。せーの、おー、綺麗だ、カラフル。パッカーンいった、パッカーン出ました、出ました。あ、浮かんできた、浮かんできたよ。シュワシュワしてる、あ、シュワシュワしてる。すごい、なんか色が全部混ざっちゃったね、もう。あれ、まだ溶けてない。あれ、なんだこれ、あ、スカートか。お、出た。あれ、これホトちゃんが選んだブーツだっけ、違うかな。もう溶ける許容量を超えちゃったのか。
ここにも来たね。この靴も可愛いよ。あ、それホトちゃんの欲しかったやつだよ。ホトちゃん選んだやつ。やっぱなかなかこう狙い通りいかないね。うわ、痛い。すごく腫れてる。よっしゃ。よし、それではお互いね全部出たということで、まず手を洗ってきます。出てきたパーツはこちらでーす。お互いパーツが揃ったのでコーデをいよいよしていきましょう。うん、じゃあみよちゃん準備は、よーい、スタート。え、おお、ずっこずっこ。おお、あ、こうか、ちょうどいいのが来た。これにしよう。え、かわいくない？ああ、いいね、いるね、そういう子ね。足色、たまたまいいのが出たよ。取ったー。よっしゃー。ひなぶさん、ちょっといいから早く。で、あって、あとメガネつけるだけだから。メガネをつける。よし。よし。うん、できたー。では、みおちゃん、うん。このコーデのテーマとポイントを教えてください。ポイントは、まず短パンと靴が銀と金コーデでしょ、うんうん、確かにキラキラしてる。帽子とサングラスが原宿系にして、うん、T シャツもちょっといそうだなって感じの原宿系女子です。なるほど、テーマは原宿系女子と、うん、はい。じゃあ次、ホトちゃんのね、こうテーマとポイント、まあ、ポイントはね、やっぱり髪の毛が白っていうね、なかなか強烈なインパクトのある子だったので、服もちょうど白と黒のこのモノトーン、ベルトのピンクと頭のね赤を差し色として赤を入れました。つまりテーマは大人のイズシンプルだね。うん、これが大事。みんなはどっちのコーデが好き？コメントで教えてね。本日は LOL サプライズバスボムコーデ対決をしました。よちゃん、納得いくコーデになったかな？あれ、ちょっと不本意。欲しいやつが出なかった。これがね、今回のバスボムでもちょっと面白いところ。それではお互いね、自分のコーデしたドールの採点をしてみよう。89。9! おぉ、じゃあホトちゃんもなかなか自分でいいなと思ったけど、まあ、85点ぐらいかな。ちょっと負けるかな。やったみんなも LOL でコーデ対決をしてみてね。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもお願いします。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。